いや、それが楽しいっていう感じはいいかもしれないんですけど、すげえ、そう、 そういうことするんですよ、ワイゾーンに。ホビドゥンウエスト。お前、ヒカぐらい HH ってお前、3で裏切ったやんか、俺たちを。なんで HH にしなかったんだよ。RPG とかで考えたらなあ、ドーベンウルフってたまにこうインコムだけ見えますよね。こう弥生時代の時ぐらいしか鏡なかった。違う、弥生時代以降からしか鏡なかった。見えねえ。爆風で見えないという。タイビームコーティングがあってなお4000ダメージ出ますからね。もう素晴らしいですよね。はい、タイビームコーティング剥げました。何？へえ。可愛いですね、日本人。昔の日本人可愛い。はい。やっぱ少ない時間でも毎日配信することによってこうね、なんかこうあるじゃないですか、満たされますみたいな。上昇機来てます。下手すぎます。蓄積が頑張って貯めたい。ガゼールグラウが、作ろうかな、なんか。うん、ガトリング系は 1% 上げるだけでだいぶ違うからな。2700しか出ない。よし、いい感じです。火力が素晴らしいね。プラモはハイニューガンダムか、あのペーネロペを作ろうと思ってますね。はい。作成配信あるな。作成配信絶対誰で。喉めっちゃ絡まる。これマジ危ねえ。ナイス。羽ゼロバージョン化時も積んでおります。こいつやろう、貝入ってるし、逃がしてる。278ダメージを連射。これは強いですよ。ディープストライカーも積んでおります。インパルスガンダムも積んでおります。あのね、積んでる機体マジで多いんですよね。ちょっと積みの小倉と呼んでくれ。ちょ、足ガトリングエビチー。これ死んでないん？火力出さなかったん？これマジ？よし、
沈めー。オッケー。ハイビーゼロになったお前なんか俺のビームキャノンで一発じゃ。なんか勝手満足しちゃいますよね、なんかおじちゃんになると。まあ子供ってさ時間がいっぱいあるからちょっと作れるっていうのもあるんですけど、おじちゃんになるとちょっと余裕きたよ。死ななかった。ミサポンパシバシでくさ。いけいい感じです。やっぱそこ優先しちゃいますよね。ガトリング死ぬほど弾がある。本当です。わかるよ、中学生ぐらいからフィギュアの良さに目覚めるんだよな。昔小学こうなんか小学生とかの頃にこう MS インアクションすごい好きで買ってたんですけど、忍者を借りパクされる、借りパクとかパクられるという。許せねえよ。いいね。すごい火力だ。本当にいいなこのキャラ。まあ味方からしたらちょっとたまったもんじゃないかもしれないですけど、素晴らしいですねこの機体マジでね。火力だけはねもう本当に高いんですよね。素晴らしい。うん、まあまあって感じでしょう。支援機だしね。